スでずっとこうやってるってのは疲れるでしょ。もうパスパスパス。私なんか主人は、2つ年上なんですけど、あ、2つ、もう全然すぐに疲れちゃって、はい、私なんかまだ若いなって思いました、自分で。その主人と比べて、はい、なんかもうやめちゃうのっていう感じで、そう、もっとやろうよってなったから、あ、はい、まだ若いって思いましたね。でも見事に筋肉痛で結構きついですけど、はい、でもやっぱりそういうね、なんか先生さ、剣道ですけど、はい、自分がやってたスポーツを久々にやるとなんか楽しいですよね。楽しいですね。やっぱりこうあのやりたくなっちゃうような分ってたまになんかありますでしょ。もう全然パスが続かない子供たちは、うん、ちょっと避けて行くんですよ。はい、主人とかやって、はい、もうなんかあっちでバドミントンとかやっちゃって、はい、そう、なんか子供いると全然続かないから、全然楽しくないから、はい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 、はい、もういいです。貸してやらせてとか言うのに、はい、ちょっと待っててとか言って、はい、やっちゃいましたね。ああそうですか。はいはい、なんかね、久々に。でも共通のそういう風な分でいいですよね。うん、そうなんですよ、うん、バレーボールっていうことで。なんか大学で同じサークルだったから、はい、そう、一緒に同じ大学の、そうなんです、同じ大学の同じサークルだったんで、あ、先輩後輩で。そうなんですよ。ああそうなんですか。はいはい。上で、じゃあもうそれほど全てやろうっていうのはもうやれるし、ね、うん、あの時の感覚でみたいな。私なんかよりそう上手だから続くから、はい、その点ではやっぱいいですよね。ああ、いいですね、そういうふうなこう趣味が。そう、あとは向こうはもう今ゴルフだから、あ、でも私ゴルフちょっとやってみたんですけど全然できないので、はい、あ、でもやればできるんじゃないですか。何回か打ちっぱなし行きましたけど、うん、全然気持ちよく当たらない。先生ゴルフされます？まあ付き合いでね、やったことがあって、セットも買ってみたいな形で、まあ、飾ってるだけなんですけど、ね、うん、まあやっぱりほらテレビ局の方とか、まあ、お付き合いの時っていうのはやっぱり一つのこう、うん、でもあんまりね、自分その面白みが分かんないんですよ。まあゴルフを好きな方に関してはちょっと失礼なあれかもしれませんけど、面白みが分かんないんでね、結局ねハマんないんですよね。多分だからスコーンって行く人は面白いんでしょうね。うん、私もそう思いますもん。なんかスカンばっかりだから、うん、コーンって当たったら面白い、うん、気持ちいいだろうなって思うんですけど、うん、でもカートに乗ってね、その球を追って、あと小さい、最終的には小さい穴に入れるっていうあのスポーツがね、なんか本当に作業みたいな感じじゃないですか。先生は声を出してぶつかっていくっていう感じじゃないですか。同じその球技でも野球の方がやっぱり面白いですね。うん、だからスポーツ学の中ではそうですね、確かにね、まあ、野球サッカーの方が面白いですよね。だってゴルフってポーン飛ばして、はい、ね、もうこの間移動ですもんね、うん、カートで移動されてキャディーさん、うん、ポーンって当てただけでね、はい、もうすごい移動しなきゃですもんね、うん、だからスポーツ学の中ではもうゴルフにどうしても行かなきゃいけないっていう時は、過去においてはもうあのお風呂終わってお風呂に入るのが、あ、これだけがもうねもう唯一の楽しみで、なんで雨でも嵐でもやるんだろうって思っちゃいます。そう、本当そうですね、はい、晴れてたら気持ちいいですね。あ、まあそうですよね、自然の中でこうね、はい、じゃあ間もなく、はい、